あったぞ。ギリセーフ。オッケまったくお前は。あら、ビクター、誰かと思ったらあなたの財布を盗んだコソドロさんじゃないの。無駄だ、もう観念しろ。そいつを早く渡せ。さあ、指輪も。指輪って？カソリ！坊や、何様のつもり？ただの薄汚いドブネズミが偉そうに。あなたには手を触れる価値も資格もないのよ。一体どうしまったんだ？相手は子供だぞ。捕まえて。捕まえるんだ。逃げなきゃ。指輪を持ってる。ドアをぶち壊せ。あ、マジか。屋根に向かってる。捕らえろ。進路塞がれてる。待て、急げ。離せ。くそ。こいつら誰だよ。来い、俺と来るんだ。いたぞ。おい、クソ、こいつら誰だよ。来い、クソガキ。やべえ、捕まえたぞ、チビ。
おっと、これはこれは。おっと、大丈夫か？なぜ震えてる？目を閉じればいい。ちっとも痛くない。立て。無事か、ガキ。もう心配ない。ここは安全だ。食え。食わないなら俺が食う。何が欲しいんだよ。うん、感謝してほしいかな。俺がお前を助けてやったんだ。そりゃどうも。何のために助けた？あんた悪党だよな。狙いがあるはずだ。お前なかなかのガキンチョだな。なぜあそこにいた？あのさ、おじさん、悪いけど知らないやつに言うか。まあそうだな。ビクター・サリバンだ。どうした？ここでお前が名乗るのが筋だろう。許そう。その代わり、その指輪が何か教えてくれ。うちの一族の指輪だ。だから取り返したんだ。フランシス・ドレイクから代々伝わったのか？そうだよ。こんなこと言ってがっかりさせたくはないが、ドレイクに後継ぎはいない。子供はいなかった。まあ、イギリスにいた奥さんとの間にはいなかった。確かにそうだ。見せてみろ。おいおい、考えろ。俺がそれを狙ってるならとっくに取ってるだろう。悪いな。なんて書いてある？パルビスマグ。シクパルビスマグナ。意味は、偉業をなすのも小さな一歩から。彼のモットーだ。え？これは彼が世界を船で一周した後、1581年にエリザベス女王にもらった。そしてナイトの称号も。そんじょそこらで学んだ知識じゃないな。その年でなぜラテン語がわかる？アマさんに無理やり叩き込まれた。ああ、そう。つまり寄宿学校でか。まあよく言えばね。なるほどな。で、さっきは博物館で指輪とアストロラーベをどうするつもりだった？こっちが聞きたいよ。奴らに雇われてんだろ。そらそうだが、俺は客が欲しいものを報酬をもらって調達するだけ。訳も何も聞かない。ただの仕事だ。かなり親しげだった。うん、まあな。とにかく俺はもうクビになっただろう。 OK。 じゃあまず言っとくけど、あれはアストロラーベじゃない。実は暗号解読用の装置だ。ねえ、これ見て。世界一周の途中で東インド諸島を抜けるのにたった6ヶ月しかかからなかったって言ってる。ここからここまで。うん、だから。だからっておかしいだろ。彼の航海の腕は一流。かかっても1ヶ月だ。こんなの。何かを隠してたんだ。でかい何かを。例えばどんな？例えば女王からの極秘任務とかさ。その昔海に沈んだ財宝を見つける任務とか。山ほどの。それでかい。でかいだろ。で、その解読機が肝心かもってわけか。そうだ、命をかけてもいい。来たな。だがマーローに取られた。でもこの鍵がなくちゃ役には立たない。つまり状況は五分五分か。今はね。
まだお前の名前を聞いてないぞ。まだそっちの狙いだって聞いてないからね。そうか、こうだ。お前は筋はいいが、学ぶべきことも多い。俺と組むなら、いろいろ教えてやろう。サンキュー。でも俺は、一人で大丈夫だ。ああ、だろうな。もう一度最初から始めようか。俺は、サリーと呼ばれてる。ネイサン・ドレイク。ネイトだ。ドレイク。なるほど。俺たちの未来はすごく明るいぞ。異形をなそう。おい、よし、消えた。よしっと。まいぞ。ったく、二三滴ちびっちまったぞ。サーリー、少しは楽しめただろう。ったく、やれやれ。すぐだ。今のドンポチでサツが駆けつける。すぐに飛んだらするぞ。よし、まず一発殴らせろ。どうして打ち合わせ通りだ。いや、頭突きしただろ。ああ、確かにちょっと調子に乗っちまったけど。ほら、リアルにやれって言ったのはお前だぞ、ネイト。映画デビューできるかもな。聞こえるか、奴らがそっちへ行った。絶対見失うな。絶対引っかかるって言ってろ。でも偽物だっていつ気づかれるか。いつだっていい。ここからがお楽しみだ。さて、ヤッコさんのすっぴんでも拝みに参りますか。なんでいつもそうやって油が乗っちゃうのかね。誰が油足だって。よし、行くぞ。急げないと。